モールスの速さって人の話し方と比べてどうなんでしょうか昔話、桃太郎で聞き比べてみましょう。一般的には私たちが日常、話すスピードは1秒間あたり6から7文字、1分間では360から420字です。ゆっくり、はっきりとアナウンサーがニュースの話すスピードは1分間に約300字、ダイナミックで、 速さが求められる競馬の実況は700時から800時だそうです。一方、モールスの試験は第1級、第2級の総合無線通信士の和文で、現在1分間75時、昭和の試験では1分間85時でした。どんな違いがあるのか聞き比べてみてください。まずは私、音読さんの七海が朗読します。昔、 昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。毎日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日、おばあさんが、川のそばで、せっせと洗濯をしていますと、川上から、大きな桃が一つ、どんぶらこっこ、すっごっこ。どんぶらこっこ、すっごっこ、と流れてきました。おやおや、これは見事な桃だこと。 おじいさんへのお土産に、どれどれ、うちへ持って帰りましょう、おばあさんは、そう言いながら、腰をかがめて桃を取ろうとしましたが、遠くって手が届きません。おばあさんはそこで、あっちのミーズは、かーらいぞ。こっちのミーズは、あーまいぞ。かーらいミーズは、よけてこい。あーまいミーズに、よってこい、と歌いながら、手を叩きました。すると桃はまた、 どんぶらこっこ、すっこっこ。どんぶらこっこ、すっこっこ、と言いながら、おばあさんの前へ流れてきました。おばあさんは、にこにこしながら、早くおじいさんと二人で分けて食べましょう、と言って、ももを拾い上げて、洗濯物と一緒にたらいの中に入れて、えっちら、おっちら、抱えてお家へ帰りました。私は、おおむね一分半でした。続いて、 ムよレコマルのモールス符号です。 モールスではおおむね6分でした。速さに4倍の差がありますね。モールスの速度に合わせると、人間の朗読はこんな感じです。 モールスは人の話し方ではすごく遅いですね。逆に人の話し方にモールスの速度を合わせるとこうなります。昔、昔、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。毎日おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。モールスでは聞き取れません。人の話し方の速度は モールスでは再現できません。モールスでしか通信のできなかった環境では、医師の疎通に大変苦労をしました。そして、そのモールスを扱える通信士が大変重宝されたのも理解できますよね。